高田ヒューガは日本のタレント、歌手、俳優である、東京都出身、スターダストプロモーション所属、エビダン、桜しめじのメンバーである。2012年5月、原宿でスカウトされ、エビダンのメンバーとして芸能活動を開始。2014年、同じくエビダンのメンバーである、田中雅都とフォークディオ、楽氷河を結成、音楽活動を開始。 2015年3月、桜シュメジとして、インディーズデビュー。同年10月、フジテレビ系、5級私に恋したお坊さんにてドラマに、初出演。可愛らしい容姿で話題になる。趣味は、小学6年生の時に始めたギター。特技は、ダンス、変顔。TKG という曲ができるほど、卵かけご飯が好きである。だが、 最近ではあまり卵かけご飯を食べていないという、初出演ドラマ、5級私に恋したお坊さんでな役は、女装男子で、数百人が参加したオーディションにおいて、男の子と女の子のフォークデュオだと、勘違いされたというほどの可愛らしい顔つきと、完璧な女装で役を勝ち取り、演技経験もほとんどないながら、異例の抜擢になった。女装も初体験だったことから、プロデューサーや共演者である。 石原さとみからアドバイスをもらったという、埼玉スーパーアリーナでワンマンライブを行うことを目標にしている。ありがとうございます。